今回はこちらのフリードプラスですが、現在5万2000キロ走行しまして、エアフィルターの交換多分おそらく1回もやってないと思うんですけど、エアフィルターの交換を行っていきたいと思います。でこちらエアフィルターの方ですが、このように4箇所あるので留め具をまず外します。でこの横についてるオレンジ色のやつは以前レビューしたミニコンです。燃費が向上してパワーが上がるやつです。で普通はこれついてないです。でこれを持ち上げてこれに外します。ちょっとこのようにサイドに避けといて、まずエアフィルター外してみると、はい、こちらがついていたエアフィルターですが、結構汚れてますね。表面は黄色みがかってて、反対側は黒く汚れてます。こちら購入したエアフィルターですが、ピアノ、ホンダ車用、ベゼル、グレイス、シャトル、フィット、フリード用というやつ購入してみました。最高性能を引き出す、エンジンレスポンス向上、省燃費ということで、型番が PH019A という型番のやつです。でこれは Amazon で購入しまして、説明欄にリンクしておきます。開けるとこういったフィルターが入ってまして、まあもちろん綺麗なんで真っ白です。まあついてたやつと比べてもこんなに違います。で新しいエアコンフィルターセットするんですが、ここに突起があるんで、こういった向きではめ込みますと、ここにちょうどはまる形で入ります。で四隅きっちり入れて、あとはカバーをかぶせます。でまず先端の方、ここゴムをきっちり入れ込んで、また四隅ので止めるとカッチリ入って固定化されます。はい、これでエアフィルター交換終わりました。じゃあちょっと吹け上がりの方チェックしてみます。今回は初めてフリードプラスのエアフィルター交換してみましたが、5万2000キロ走ってて、まあおそらく初めて交換したのかなと思いますが、まあ、結構汚れが溜まってました。でエアフィルターの交換自体は2万から3万キロぐらいで交換目安になってますけれども、まあ、実際自分でやってみると簡単でしたんで、やはり定期的に自分で交換するのがいいのかなと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。